はい、コナンです。妖怪ウォッチプリプにやっていきたいと思います。次のイベントの情報が入ってきました。内容についてはリーク情報を元にしたコナンの予想になります。次のイベントは待ってました、神イベント、プニプニカチカチおはじきバトルということで、期間はですね9月16日月曜日から9月30日月曜日までということで、休日スタート3連休、これはねもう神イベ間違いなしと思います。今回新妖怪はですね9体ですね大量に出てくる、これはちょっとね楽しみです。そしてイベント形式はもうタイトルにもある通り、待ってましたカチカチおはじきです。今回多分ねイベントとしては一応ね初めてのイベントになるかと思います。そうです、おはじきバトルなんですけども、カチカチです。もうすでにねモンストとのコラボイベントの時に、まあ、カチカチの、まあ、おはじきありました。ただねあのモンストの時は引っ張って飛ばすだったんですけども、今回は弾きます。なのでちょっとね難易度が高い、引っ張る方が簡単だよね、矢印も出ててさ。ただ今回は引っ張るんではなくて弾くパターンなんで、やはりタッチペンと物差しあった方が多分やりやすい。お弾きに関しては攻略動画たくさん出しているんで、まあ見ていただければねいいかなと思います。そして舞台はですねプニプニ工場、こちらおなじみのマップになってきます。イベント専用マップがね3ステージあります。プニプニ工場、そして超プニプニ工場、極プニプニ工場と3ステージあって、このマップをプレイしていると、まあ、おはじきバトルのね、まあ、ミニゲームっていうのかな、まあ、メインのねミニゲーム、もうよくわかんねえそっちの方にね入っていくわけなんですけども、まあ、このプニプニ工場のマップ自体は使い回しです。今回のねおはじきの強敵なんですけども硬いです。大神官硬い、こちら出てきます。レベル50まであります。レベル50やべえ。まあねだんだんレベルが上がるごとに HP 上がっていくんですけども、レベル40までねガーッとね上がっていきます。そしてレベル40からはちょっとずつ上がっていって、レベル50のマックスで33,950、なんだよそれ、ふざけてんのかという感じですよ。ただね今回難易度調整が入って、今までのおはじきバトルよりも少しね難しくなります。これはね今回の二の国とのコラボイベント、これもさ難易度調整入ってさちょっと難しくなったよね。だからちょっとね難易度は今までよりも上がります。硬いの HP グラフに書くとこんな感じ、レベル40までガーッとねもう反り立つ壁ですよ、上がっていって、そっからは徐々に上がっていく。そしてレベル50マックス、だからこのマックスね目指してね頑張っていきます。カチカチ仮面がですね一定確率で挑戦者入ってきます。こちらやべえ、レベル7まであります。レベル1から7まであって、レベル6あたりからねもうやべえ、特殊能力持ちキャラがないと全然歯が立たない。レベル7はね356,600ということで、これよりもねまた若干ね HP 上がります。だから徐々にねイベントごとに難易度上がってんだよね、だからやばいよね。サンデーとのコラボイベントの時にはレベル7で279,550だったのに、モンストとのコラボイベントの時には356,600に上がっている。だから今度のね強敵カチカチ仮面に関しては40万近く、いや40万ね超えるかもしれない、もうそれぐらい多分ね強くなってくるんじゃないかと思います。グラフで書くとこんな感じ、レベル5まではねまあまあ常識の範囲内ですよ。レベル6、そして7、なんだよこれ、6から7ってなんだよっていうね、ちょっとねやばい感じにはなってきます。そして今回の課金要素はですね元気ドリンクです。元気ドリンクね無料配布分もあります。 Y ポイント交換が7本、お助けパワーで1本、そして勝利後のご褒美は無制限、不具合のお詫びは多分ねまた0本、不具合はあるんだけど、まあ多分ねたくさんあるんだけどお詫びはありません。で合計8本ということで、あとはまあ足らなくなったら課金してやってくださいよということですよ。まあどうだろうね、まあちょっとね最初のガチャで特殊能力キャラ、まあこの後ね説明しますけども引けるかどうかあるんだけど、ちょっとねもうワイポイントないんでこれ課金かっていうね嫌な感じ出てる。まあでもね無課金攻略やっていきますよ。で今回の新妖怪ちょっとね詳しく見ていきたいなと思います。皆さん覚えてますか、
モンストとのコラボイベントの時に勝手に獣神化イラストコンテストありました。そしてもうね最優秀作品決定しています。詳細はね公式のウェブサイトの方で確認できるんですけども、そして今回獣神化リンネランク付けこちら出てきますよ。さあじゃあどんなキャラになるのか、ちらっとね見てみましょうか。獣神化リンネランク付けで種族王族ですね。入手方法はもちろんガチャ、しかもニャンボです。これちょっとね注意だから、入手したい人はニャンボのためにお小遣いを貯めておいた方がいいかもしれない。必殺技はゲドウホーリンリンネ G ということで、もうなんだかねわけわかんない。特殊能力はね、今回のイベントに対してっていうよりは普通にねワイポイントアップで来るんじゃないかと思います。もしかしたらね今回のイベントでも特殊能力ねアップとかダウンとかねあるかもしれないけども、でも多分ないかな。多分ねニャンボと今回のイベントは一応区別してね来るんじゃないかと思います。でですね、今回タイトルにもありますようにカチカチプニプニということで、出てきます。もうすでにですねプニプニ側はですねプニコ、そしてプニクローニ、プニキュービ、プニツバキ姫と来ている。じゃあ次プニ何なんだ何なんだ何なんだ、次はですねプニナンダ竜王ランク Z。 やべえ、今回ランク Z が2体か。種族ニョロロン族、入手方法はもちろんお決まりのガチャです。 0.5%。 特殊能力は硬いカチカチ仮面に対してダメージアップということで、とりあえずねガチャからこのプニナンダ竜王を引ければもう楽勝と、無課金でいけるという感じになってます。でも 0.5% 引けねえよな。もうただでさえ今回のイベント稼げない、ワイポイントないんで、やべえ、ここはね神引きいきますよ。すでに出ているプニキャラちょっとね確認していきます。プニコはですねランク A で、必殺技は HP 回復、そしてプニクローニこちらランク Z、必殺技は一瞬で数えきれないほどの妖怪プニを消すということで豪傑族。プニキュービ SSS ランク、不思議族タップでデカプニ、タップでデカプニ非常に使えるプニキュービ、そしてプニツバキ姫、選ばれた妖怪プニを消して攻撃後地震が降ってくる。こんな感じに、ね、なってます。じゃあ一方カチカチ側は、カチカチ側もですねもうすでに4体出ています。大神官硬い、カチカチ戦記、カチカチ侍、カチカチ鎖姫、そして今回新たに登場するのはこれは欲しい、仮面系はねほんと欲しい、カチカチ仮面とうとう来たよ。ランク SSS で種族はおそらくプリチーなんじゃないかと思います。入手方法はレベル7のクリア報酬、特殊能力はお決まりの獲得ワイポイントアップです。カチカチ仮面ほんと欲しいよね、仮面取ってやりたいぜ。カチカチ側のキャラねちょっと確認していきましょう。大神官硬い、 SS ランク薄ら影族、必殺技は杖を左右に動かして妖怪プニを消す。カチカチ戦記 SSS ランク、ポカポカ族、選ばれた妖怪プニを消し攻撃後地震が降ってくる。カチカチ侍 SSS ランク、勇ましい族ですね、こちら妖怪プニを消す、使うたびにダメージアップ。そしてカチカチ鎖姫、ニオロロン族、タップでデカプニ。カチカチ側もですね非常に強力なキャラ揃っています。その他にはですねメイドの花子出てきます。ランク A、 種族は不気味族、こちら入手方法はマップで入手となってきます。特殊能力はねおそらくないんじゃないかと思います。必殺技は呪いのスマイルセット、欲しい。月見オロチランク S ランク、種族はニョロロン族、入手方法はガチャになります。特殊能力は硬いに対してダメージアップ、おはじき特攻だから、おはじき特攻月見オロチだけでもいいから引きたいよね。必殺技は月光ヤマタのオロチ、覚醒ヤオビクニ、ヤオビクニ覚醒きたか。ランクは SS ランク、種族はニョロロン族、入手方法は Y ポイント交換になります。特殊能力はカチカチ仮面に対してダメージアップということで、最悪ねガチャから特攻を引けなかった場合はこの覚醒ヤオビクに交換して、ワンチャンにかけるっていうのもねありなんじゃないかなと思います。もしくはねもうワイポイントが最近稼げないんで
だったらもうガチャ引かずにこの覚醒ヤフビクに交換していっちゃうっていうね、作戦もね、あながちありかなっていう気もする。ちょっとねこれはね、イベント始まってみないと分かんない。必殺技は海神の大波ということで、まあ下消しですよ。でやっぱり一番気になるのは Y ポイント稼げるのかどうか、これだよね。神イベかクソイベか分かれるのはここです。今回のね二の国イベントがですね、獲得 Y ポイント特殊ボーナスフルにつけて25ポイントしか稼げません。温泉駒さんの時には、まあ、74ポイントであったり105ポイントでした。そして黒い妖怪ウォッチイベントの時には45ポイントもしくは50ポイントでした。だからねこの辺りがね基準になってくると思います。モンストとのおはじきバトルの時には Y ポイント118ポイント、まあちょっとねダメージとかによって若干変わってきますけども、まあ、今回ねどれぐらいで来るかっていうと、まあおはじきバトルなんで、まあ、ドリンクスタミナ制なんで、そんなにもともとねそんなに回数できない、稼げないんで、ある程度1回ではね稼げるようになるんじゃないかと思います。ただねやっぱりね調整は入ってくる。だから、まあ、100ポイントは超えないけど、さすがにね25ポイントってことはない。25ポイントだったらねもうやってらんねえよ本当に。おはじきで25だったらさやってらんねえ。だからおそらくね50から100の間いいとこついてね80ポイントぐらいでね来るんじゃないかなっていう気がする。神戸かっていう感じでね100ポイント超えが来るかもしんない。まあちょっとねそこはね始まってみないと分かりません。さあ皆さんはね次のイベントどんなイベントになると思いますでしょうか。コメント欄で教えてください。ちょっとねこれ以外にも、まあ、今日紹介していないキャラだとか、あとねニャンボ来るんですよ。これについてはねちょっと話が長くなっちゃったんで、また別の動画でね詳しく話していきたいなと思います。じゃあ